はい、どうも皆さん、こんにちは。本日もですね、マイクを取れちゃった。なんだっけこの企画。月収チャンネルですよ。月収チャンネルじゃないな。月収企画です。金の盾の、YouTuber チャンネル。ね、どれぐらい収益を上げてるかっていう、企画やっておりますけども。本日はですね、竹焼翔くんですね。私ね、たまたまね、知ってたんだよね。今もあるのかわからないけど、女装とかよくやられてね。んで、あと、よきひくんとかもよく出てたしね。で、チャンネル多分ね、なんか、綺麗にしていったんじゃないのかな。相当マイナスになってたから、うん、もっと本当に再生数あったんじゃないの？だから、最近整理したんじゃないですかね。いや、わかんないよ、わかんないけど。僕の勝手な、想像ですけどもね。もうマイナスになってんで、収益とかがちゃんと計算されてなかったから。いっぱい消したらね、もうマイナス扱いになるんだよね。はい、ということでですね、ちょっと保留になってた竹谷くんを紹介していきたいと思います。まあ、軽く説明していこうか。プレゼントとかね、お手紙の送り先。まあ、これ、要は、ウーム所属っていうことですね。お仕事の依頼はこちらからお願いしますっていうことでね。まあ、もう、簡単ですよね。Twitter、インスタ、TikTok でサブチャンネルとかでも、あとリンクですね。こにゃにほで、まあ当然ですけども。動画ですけども、一応軽く紹介していこうかね。まあ私ね、女装系で、結構、たくやき君が引っかかって、それで知って、まあ見てたんだけども、多分ね、それもなくなったんじゃないですかね。今、結構ね、短い動画多いんですよね。本当は女装動画とかいっぱいあったんだけど、多分消したんじゃない？そういうのも、ガイドラインに違反するっていうか、再生数が増えても結局、そういうのでもう広告つかないんだよね。ないじゃん、やっぱり。やっぱ、タピオカ流行ってるなぁ。これも、タピオカでしょ？で、最近、今日やったのもタピオカらしいんだよね。これね。タピオカ、本当に YouTube 流行ってるよ。で、たけくんは、短い動画多いね、本当にね。もう短い動画で昔のヒカキンみたいに勝負していくって感じなんだろうな。結構ね、10分超えないと、広告がね、全然違ってくるんだよな。だから結構厳しいと思うよ。ほんで女装ネタないじゃん。だから多分ね、消したんだと思うよ。いっぱいそういうの。ないわけないよ。だって俺それで女装ネタで、この竹焼くんの動画をさ、こう検索にかかってずっと見てたんだから。だから多分、いっぱい消したんだろうな、そういうの。で、クリーンにして、で、まあ、何ですかね、こう、収益化っていうか、なんかね、保留になったり、あと、チャンネルがなくなったりするのかな。多分、保留になってたんじゃない？全部保留にして、それで綺麗にした感じじゃないですかね。わかんないよ。で、あと、ラトゥラトゥって、バンド名ですか？ちょっと私も知らないんで、もし違うかという、コメントください。で、竹焼きっていうね、私は知ってるけど、これ、結局、なんでこのタコがいるのかっていうのは、この竹焼きから、これ、来てるんでしょうね。まあ、こんな感じでいいんじゃないですか。まあ、知ってる人は知ってるんですよね。私は知る限り、ちょっと説明させていただきましたが、じゃあ、本題行きたいと思います。せーの、プチッ。全然、カメラの調子は問題なしだ。アップロード595本だったか？いや、もっとあっただろう。いや、もう覚えてないわ。登録者数が1億1000万、10万、100万。まあ、何しか消してる。うん。最近見てたから、で、毎日見てるわけじゃないんだよね。なんかわかんないけど、多分、だから相当数消したのは間違いないと思うよ。アップロードもちょっと覚えてないな。毎日見てたわけじゃないんでね。最近ちょろっと見出したばっかりだから、ちょっとわかんないですけどもね。これ最近だよ、このサイトに数字が反映出したの、その収益が反映出したの。今までゼロだったからね、登録者数ですか違う、総再生回数が1億1000万、10万、100万、1000万、1億。だからまあ4億再生ですけども。もっとあったんじゃない？国が日本のチャンネル対応コメディの2013年の、フェブラリーに2月か。ああ、やったでも中学生レベルだからね。2月21日からということですね。だいぶ古いですね。ああ、グレーダー B プラスですね。あ、あのね、登録者数ですからランキング9516位。結構ね、もう6ページ目の上の方だから、まあそんな感じだろうな。ビデオビューランキングは7129位、全世界ランキングでね。ソーシャルプレイランクは8644位で、ちょっと意味わからないですけど。あ、再生回数は結構さ、やっぱしてるじゃん、1億、1000万、10万、100万。1000万再生してるじゃん。全然再生されてます。1000万再生だよ、1ヶ月で。されてる。十分でしょ、これで。で、まあ、登録者数は1万人ぐらいでね、むちゃくちゃ増えてないということで、まあ1万人増えてるということで。これも、月収ですね、1000万、4万ドルだから、4万、430万。いやー、この子儲けてますよね。で、最低でも2000ドルだから、まあ3000ドルとしても、30万からまあ400万ですか？一月ですからね、一月。これ月収5000万でしょ。ああ、これがゼロだったんだよ、全部。じゃなくてね。うん。まあ全然稼いでるじゃないですか、5000万。ね。全然稼いでますよ。最低でも、1000万だから、まあ3万ドルっていうことは300万から5000万。そこですか。全然稼いでますよね。ああ、でも、心配してもよかったね。もっと、あれなのかな。あ、すごい。やば、最近ちょっと勢いで、なかったから、やっぱすごいじゃん、これ。だいたいね、K が出てきたらすごいんだよ。2000ドルか。2000ドルか、だから、22万。マジで ?1000 でしょ。2000ドルでしょ。2200ドルだから。あ、22万だ。13700から22万だって1日ですよ。わあ、いいね、やっぱり。やっぱちょっと勢いあるね。やっぱ万有がすごかったな、これ、ほら。これが言いたかったのよ、これが。まあ、チャンネル登録者数はまあギザギザで、ちょっと今落ち目なんですけども。これほら、0割ってるんだよね。ここで多分、これエイプリルフールでしょ ?5 月、6月か ?6 月で1回クリーンにして、で、なんかエイプリルで、綺麗にするんだよね、この子ね。この人。これ0以下になってるでしょっていうことはもうマイナスってさ、消すしかできないんだよね。消したらそうなるんだよ。だからよっぽど消して、保留になってた分を、クリーンになったんじゃないですかね。ずーっとだから、保留になってました、この人。で、もうどうしようか、もうほっとこうかってずっと見てたんだよね。だから、今日は紹介できるかなと思って。うん。で、ずっとゼロだったんで、ずっと保留してたままでしたけどもね。まあ、竹明くん、ないのって思ってる人いるだろうな。うん。まあ、今回、それで、紹介させていただきました。本来ね、紹介する予定だった、誰だったっけ？誰でした？あ、そう、カリスマブラザーズ。あれはちょっと、もうちょっとね、知らなさすぎて、竹明くんは元から知ってたからね。うん。元から知ってたから。今はね、なんだろう、結構食べる動画かな。うん、ショートムービーでね。だけど、昔は女装とかやってたけど、でも今見たないっていうことはもう、根こそぎ消したんだろうね。うん。次は、まあ、カリスマブラザーズかな。はい。それでは、また検索に引っかかることを、これお待ち申し上げております。最後までご視聴ありがとうございました。失礼いたします。